てないな。あったか。あったあった。はいはい、人間。解禁まで行かないんですね。解禁はしてないんですね。ついに指摘しようか。ついに ちょっと嬉しい。変わんないですね。何年ぶりですか？聞こえないです。お待たせいたしました。第1試合、まもなく開始でございます。ここまでだよ。ここから先は総理になってからだよ。失礼いたしました。自称16歳メロリン Q、 47歳山本太郎への応援演説でございます。16歳メロリン Q から見て47歳山本太郎は非常に子供じみてます。だって普通大人って言ったらこれ自己保身、組織にメンツ、他にも出世とか、他には例えば老後の年金、保険のこととか、そういうことに一番興味がある生き物なんですよね。一方で山本太郎どうですか？王様は裸だっていつでも声上げて、わけわかりませんね、あんなの。そして一人で挙句の果てには牛歩までやってるって意味不明です。47歳山本太郎大丈夫か？おそらく私は彼の気持ちが手に取るようにわかるんですね。つまりは何かっていうと、この国が、この国に生きる人々が経済的に安定してるってものが崩壊してしまえば、自分一人が安泰であったって何の意味もない。多分そう思って行動してると思うんです。だから私、山本太郎応援したいんです。おそらく山本太郎は16歳のメロリン Q よりも常識がありません。おそらく山本太郎は16歳のメロリン Q よりも
さらに空気を読んでいません。でもそんな彼になったら頑張ってほしいなと思うんですよ。すいません、どうかお力貸していただきたいんです。東京に住んでる人、山本太郎に票入れてあげて。ありがとうございます。あのね、言いたいことはあるんです。なんか山本太郎言ってるらしいんですけどね、あの総理大臣になったらメロリン級やりますっていうのが、これ一応公約の一つらしいんですけど、私それはどうかなと思うんです。ちょっと心配になります。でも頑張ってほしい。山本太郎頑張れ、れいわ新選組頑張れ、消費税廃止にしてくれ、頼んだぞ。ありがとうございます。疲れた。びっくりしましたね、踊りキレがあって。ないですよ、事前にちゃんと練習する時間と一切ないから、ちょっともったいなかったな、記録に残されんのにこうやって。